こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて、いつもより緊張気味で新企画スタートです。巨大建築に挑戦するのは初めてで、現実的なプレイ時間で完成に至るのかやや心配ですが、GO です。まずは木と食料、水があるところを引ければいいのですが。どうせ序盤で使わないでしょ。いえ、本当に使います。今回は開幕直下掘りとかしませんし、縛りは些細なものばかりにしました。本当に些細な縛りなのか後で検証が必要ね。お、ちらりとロバが。幸先いいです。ロバにとっては不幸だけどね。牛も発見。どうやら良さげなスタート地点を引いたようです。さてまずはこのワールドに降り立ったあたりに目印を。コンパス中心付近の地点を押さえ、後で行うブランチマイニングに備えます。お、水辺もあって全部近場で揃いました。これから日が暮れるまでに地下に潜り、クリーパーに一撃死されない程度の装備を整えてきます。本当に地上資源を回収してるし。と、難易度ハード固定にするの忘れてました。今回の縛りは3点です。一つ目は今慌てて設定してる難易度ハード固定。二つ目はデバッグモード禁止です。これは全実績解除で解禁とします。また実績やるのね。まあいいけど。デバッグモードのバイオーム情報抜きでの冒険の時間実績に挑戦したかったんです。建築材料揃えるついでにこなせるでしょう。で、三つ目は、保護する村以外での取引や村の資源採取禁止です。保護する村って何なの？この企画の建造物に関係してて、プレイ中に村を一つ選んで保護しますがその村のことです。要するに、取引したり畑荒らしていいのは一つの村だけって縛りね。はい。なお他の村から村人を引っ越させたり増殖させたりするのはありとします。保護してた村がゾンビで壊滅したら寂しいので。え、本気で保護する気あるの？そのあたりの話はまた後ほど触れます。さてひとまず丸石を20個集めました。プレイ開始後すぐに丸石が入手できるのは4企画前以来です。序盤のクラフト実績の容量をすっかり忘れてるので、もう1本ずつでいいか。あれ？ここで実績解除されないの。原木取り終わる前にインベントリ開かなかったからよ。さて4種の石製のものを作り終わり、改めて原木実績です。原木は地下に潜る前に半スタック少々集めます。で、お次は食料集めで、牛肉など10個少々あれば十分でしょう。今度は剣を作る実績解除前なので牛転がしが解除されません。その前に作業台すら解除されてないわよ。さて、あとできれば別途入手しておきたいところですが、羊はいなそうなので後回しです。あの砂漠の神殿も後回し。装備を整えてからです。お、石炭。少し掘っておきます。さて真正面がワールドに降り立った場所で、水辺の方から階段掘りしていけば大体印あたりに降りられそうです。岩盤付近まで60メートルほどよね。ちょっとオーバーしそうだけど。おおよそコンパスの中心近くであれば十分です。風車型の周回数が広がれば誤差になりますから。で、後でバケツで水汲みに来るとき昔は危ない思いして地上に出ていましたが、考えてみるとこうしたら結構安全に水汲めるんですよね。子供ゾンビが出てこなければね。石の剣持ってるので一体なら対処できます。さてではここから地下ですね。開幕ブランチマイニングでは、ひとまず武器防具エンチャント台、それにツルハシ一つ分でダイヤ31個欲しいです。あとで水汲みに来るのでここで木炭仕掛けておいて。階段掘り中に無事に鉄を発見し、鉄の精錬中にできる限り掘り進んで、石のツルハシの出番はここまでです。そして予定通り安全に水汲みに来ました。
て、予定通りクリーパーとの鉢合わせを避けられたようです。え、この備えが役立つのは相当運悪い時だけよね。ちょっと先が思いやられます。さてでは、この企画の目的である巨大建造物の話をします。先ほど村を保護すると言いましたが、村を保護するために、村をすっぽり覆うようにピラミッドを建築します。建築場所は村の井戸がピラミッドの中心となるように、井戸の一辺が偶数だったので、ピラミッドの最上部は 2×2 ブロックとします。要するに中が空のピラミッドで村を覆うのね。でも村が真っ暗になってしまうわよ。それで村の保護と言えるの？バージョン 1.8 からは、村人が雷に打たれると一致になってしまうらしいんです。それを防ぐために覆います。無論村は松明で湧き潰ししようと全焼検討する予定です。さて二つ目ですが、ピラミッドよりも上にあるものは全部撤去します。村の近くにサバンナ大地など背の高い地形があると、ピラミッドが貫いてしまうかもしれません。もし貫いたらピラミッドより上のブロックは撤去します。ピラミッドの見栄えを確保するためなのね。はい。あと考えてるのは、ピラミッド表面に松明などを置きっぱなしにしないようにしたいんです。ピラミッドの建築材の一部は透過ブロックですが、ピラミッド内部に松明を置いて明かりが表面にこぼれ出るようにするなどで、表面をおおよそ湧き潰ししようと考えてます。建築作業中も何か表面に設置するのは禁止なの？いえ、建築作業中はやむを得ません。一時的に置くのはありとします。さて最後は建築材ですが、建築材は1辺1メートル立方体に設置できる固形ブロックすべてです。これを1層ずつ前層組み上げます。あ、前作で建てたブロックの塔の、ピラミッドバージョンなのね。はい。ただし前作では同じハーフブロック2枚重ねなどを除外しましたが、今回は含めます。事前に調べた限り建築材は164種類のようです。ということはピラミッドは164段、村に比べて大きすぎない？村を離れて歩き回っても安心安全設計です。それにしても結構多くのブロック数が必要よね。材料9個のレシピのブロックもあるのに。この企画で鍵となるのはどの層をどのブロックで作るかなんです。例えば最上層はほぼ4つのビーコンで確定ですが、集めやすいブロックで最下層の1308個を組み上げるよりも、ビーコンの方が大変でしょう。まさか最下層を無理してダイヤブロックにしたりしないわよね。もしそれやると、1308×9 で11772個のダイヤが必要になるんです。ちょっと厳しいです。意味もなく1万もダイヤ集めるのは馬鹿げてるものね。さて、ではブランチマイニング開始です。今回はいつもと勝手が違います。まず基本、見つけた鉱石は当面全部回収してブロック確保と経験値確保に努めます。岩系のブロックもいずれ必要となりますが、まずは石との割合を調べてから考えます。また、普段ポイポイ捨ててた丸石は持ち帰りです。丸石使ったレシピがやたら多いんですよ。かまど作るだけで8つ必要だものね。ブランチマイニングで足りなければビーコン使おうと思ってます。さて持ち運び用の作業台を作ったところで、すっかり忘れてた実績が解除されました。そういえばまだだったわね。ちょっとした不意打ち気分でしたが、でもこういうの嫌いじゃないです。2分後に破鉄防具2つ確保しました。これでガードさえすればクリーパーで一撃死しなくなったはずです。そして耐久が減った鉄つるはしを合わせてみたところで、同時に実績2つが解除されました。あら、これでも解除されるのね。最初にインベントリ開かなかった影響がまだ響いててちょっと面白いです。さて、頻繁に地下拠点に戻らずに済むようレールを設置し始めました。風車型の角っこに来た時、溜めた丸石などをチェスト付きトロッコに乗せて、拠点に送りつけることができるとちょっと楽です。ちなみに今回地下まで階段掘りしてますが、後で地上までのレールを設置する予定です。資源の輸送方法も考えないとならないのね。地上にロバがいたのも幸いでした。
村まで輸送するとき役立ちそうです。さてそれから8分掘り進んで、ようやく鉄装備一式揃えるだけの余裕ができました。これでダメージが 60% 軽減されますが、まだクリーパーに不意打ちされると一撃死があるので油断できません。早くダイヤ装備欲しいです。で、ついでに鉄の剣を作ろうと思ったら、ここでようやく剣の実績解除です。だいぶ実績がプレイに追いついてきたわね。そして風車型の5周目を開始したばかりで、金を見つけました。これでようやくパワードレールが使えます。どうでもいいけどゾンビの声がうるさいわね。この辺通るたびにゾンビ声がするので、近くにスポナーがありそうな気配です。で、5周目中断してパワードレールを敷く作業を挟んでしまいましたが、これが失敗。風車型を再開する頃には5周目中断してたことをすっかり忘れ、先に6周目に突入してしまいます。そうすると、いつまで掘っても5周目でつけるはずだった印にたどり着かないわね。何かおかしいなぁと気づいたのは8分してからです。こんなこともあろうかとコンパスの中心付近から風車型開始してたのですが、ついうっかりコンパス作り忘れてて気づくのが遅れました。まるで意味がないじゃないの。いえ、コンパスが役立つのはミスった時にミスだとわかることです。コンパスが斜めの方向を指してくれるのはまだまだ先のようです。そしてようやくダイヤが、6周目で2つ目のダイヤ見つけました。さて、拠点に戻ってきたところで今回はここまでです。まだまだやること盛りだくさんね。ピラミッドの建築材のブロック順はある程度事前に考えており、必要なアイテム数はおおよそ計算済みです。装備を整えたらまず地上をある程度さまよって、何がどこにあるか把握し、今後の計画を練り直していこうと考えています。あと、保護する村の選び方が何気に気になる気がします。エンチャントの本が揃えやすいとだいぶ楽になるわね。それと高い地形がない立地も重要、削っていくの大変だものね。まああと、大量のブロックを貯めてしまうと一気に運ぶのが大変なので、早めに村を選んでしまいたいです。次回は地上探索して周辺のバイオームを確認しつつ、できれば保護する村を選んでしまえたらと思います。どうなることやらね。それではまたね。バイバイ。